はい、加熱専用袋をこのようにします。この中に 500ml のペットボトルの場合には石灰2つ買います。石灰2袋とお水です。入れてみましょう。はい、2つ入りました。そしたら次にお水を入れます。ここにペットボトルを入れます。